こんにちは、オレちゃんです。高大です。それではもう早速ですけども、バトルの様子をお送りしていこうと思います。バトルの相手は目の前を走っているこの、おそらく CRF4 号です。そして今このモトクロスビレッジのコースコンディションは磨かれた鉄のように真っ黒でツルツルスベスベになっております。こういうコンディションになるとね、排気量がある方が逆にねきついんですよね。見てて分かるもん。だってすごいあちこちで滑ってるもんね。この前の CRF の人もなかなか持て余してるんじゃないですかね、このパワーを。あ、それでもやっぱちょっとなんだろう、危ないよ危ないよ。あ、前に止まってる人がいたのね。あ、実況してる場合じゃねえよ。危ねえんだよあそこ、前の人が急に止まるからさ。あ、危ない危ない危ない。そういうわけで、あのかもしれない運転を引き続きやっていこうと思います。さあ、この元ビレの滑る路面に4号はいかにして走っていくんですかね。かなりね、あのアクセルワークを丁寧に、かつエンジン特性もこう緩やかなものに調整しておかないとかなり難しい状況になると思います。特にこの人はあれですね、あのちゃんとイン側を回っていく感じなので、4号だけど小回りしちゃうよと。おおおお、またあそこね、このリズムセクション結構破綻しやすいんだよね。あ、譲られてしまいましたね。じゃあ、この、あ、前にすごい、すごく元気の良さそうな、生きのいい鈴木がいますね。すごいな。生きのいい鈴木っていうとまるで釣りみたいな感じだけど。どっかのね、41番のゼッケンつけた鈴木車も結構勢いがあるアクセルワークだったと思うけど、鈴木車はアクセルワークがああいう感じになる呪いでもかかるのかな。かかるんだろうね、鈴木だから。鈴木に乗ろうなんていうね、そんなね気持ちの強い男はね、それアクセルも開くってもんですよ。気持ちが違うんだよ俺とは。俺のようなこう、このバイクが一番楽に走れるかなみたいな、そんなこと考えてばっかりいるとね、こう小さくまとまったつまらない人間になって、誰が俺がつまらない。ダメだ、うまく大阪の人みたいにはいかないな。やっぱ最後に適当なこと言って知らんけどってつけといた方が扱いというか運用が楽だな、大阪の言葉っていうのは。さあ、このウェアがいいですね、鈴木のマーク。結構あれですね、やっぱこう青と赤っていうのは目立つもんね。青いウェアに赤い S 字のマーク。何を隠そう、私昔 NSR50 でミニバイクコースでレースをしていた時に、俺も鈴木がいいなと思って NSR50 に鈴木のデカールを貼って、これは鈴木車だと言い張ってた時期があります。懐かしいな。 NSR50 以外勝負になんなかったからな、あの世界は。モトクロスは好きなマシンで走れるのがいいですね。そして今俺の前にすごく好きなマシンで走ってる、すごいですね。アメリカンは俺は男気なるマシンだという、男気なるライダーだというようなことをこう前回の動画で言ってたけど、ワイルドって言った方がいいのかな、ワイルドだろうみたいな。だってさっきの人上がなんかただの T シャツみたいな感じだったよ。すげえよ、あれで中級枠走っちゃうんだもん。なんか感じからしてツーリングしてたらなんか面白そうな道が、はい、あったので入ってみたみたいな感じになったよね。俺ここコースなのみたいな、ここ一般道じゃないのみたいな、面白そうだから入ってみたんだけどみたいな、そんな雰囲気さえ感じましたね。ワイルドだろ、ワイルドだな、ワイルドだったな。ああいうバイクで俺走るの怖えと思うんだけどな、こんなコンディションで。さあ、それはともかくとして前の RMZ を追っていきたいと思います。さっきの CRF と違ってこっちの人はアクセルバカ開けで、あのコースの端っこのヘリにぶつけて曲がっていくタイプですね。コースを大きく、ラインを大きく取っていくタイプ。ほら、もうヘリからヘリへ。
もうなんだ、なんつったらいいのかな、このピンボールみたいな、もう壁にカン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 ってぶつかりながら曲がっていくスタイルですね。俺もこの走り方でやってみたいと思ってるんだけど、おーおーおおすごいですね。あれでもでも破綻しないですね。さすが鈴木のりは気持ちが強い。いやあんま関係ないか、知らんけど、あ今ちょっと知らんけどの使うタイミングをちょっと誤ったな。もうちょっとうまい具合に使い道がある気がするな。知らんけど、あ今のは良かったんじゃないかな、今の知らんけどは良かった気がする。さて知らんけどの運用はともかく、俺もああいう壁から壁にぶつけていくね走り方をいつかできるようになりたいというふうに思ってはいるんですよ。こういうライン取りもできたら面白そうじゃない。何よりあれかっこいいよね、アクセル空いてっからね、アクセルが空いてるのはかっこいいよ、モトクロスは。さあちょっとライン取りの都合で前に出てしまいました。ね今回のこの一歩はもうあのちょっといい相手がこの後見つからなかったので、このラップでおしまいになります。いやでもスベスベですね、スベスベの中でもいろんな人が走っておりますね。モトクロスビレッジはね楽しいですね。それではちょっと今回は動画短いですけども、これでおしまいにします。また次回にお会いいたしましょう。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げていて応援をなさす。Cracking.